サルモネラ症は細菌であるサルモネラが原因でなる、症候性感染症である。最も一般的な症状は、下痢、発熱、腹痛、嘔吐である。通常、サルモネラ菌に暴露してから12時間から36時間後に、症状が現れ2日間から7日間続く。時に、脱水症状からより重度の疾患を招くことがある。高齢者、子供、 その他の免疫不全の人は重度の疾患になりやすいと、される。特定の種類のサルモネラ菌により、腸チフス熱やパラチフス熱を発症することがある。サルモネラには、サルモネラボンゴリとサルモネラエンテリカの2種類があり、それらの中にはさらに2500以上の別々の、血清型が存在している。一般的な感染症経路は、サルモネラ菌のついた、食肉、卵、 牛乳である。その他にも食品が肥料に接触することで感染経路になることがある。多くの猫、犬、爬虫類などのペットも感染源になり得る。診断は検便によって判断される。サルモネラ症の予防として努力するべきことは適正な食品準備と十分な調理をすることである。軽度の症状は一般的に 特別な治療を必要としない。重度の症状は電解質不均衡の治療と点滴注射がなされる。危険性の高い人、または腸の以外に感染している人には、抗生物質の投与が進められる。サルモネラ症は、世界中で下痢を引き起こす最も多い原因の一つである。2015年のヒ七不死性サルモネラ症による死亡者は9300人で、あり、 チフス性サルモネラ症による死亡者は17万8000人である。米国ではチフスサルモネラ症により年間約120万件の感染と450人の死亡が報告される。欧州ではカンピロバクター症に次2番目によくある食中毒である。ありがとうございます。